こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才ショート作成。右投げ両打ちのショート、フォームはヤーベン。好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが、巨人でやっていきたいと思います。ということで、ヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。強いんじゃないか。ドン。星191、ミートが C だ。オッケー。で、ハテナマス行くのはこっちの赤マスでいいかな。はい、まずは輝く。あー、なるほど。そうだね、やる気2つ、これ大きいからね。それをなるべく最後にね、まあ回らないようにはしたいとは思うのだが、ナイス箱。これは先行こう。うい、ミート75、 B 強いね。で、最初はね、これね、やる気、ステージだとね、ハテナマスでノリノリ引くことはないので、先にやる気は上げておく。で、赤、オッケー、ナイス。拾って、パワー強化。弾道を上げて、ダンプラン2はいかんかったか。まあ、十分でしょう。ナイスステージ。さあ、ステン2？やる気ダウン、やだな。あっと、赤マスが増えてしまった。ミーと言って、こっち回りでいいかな。回復欲しい。減少。プラン2。辛すぎる。それは辛すぎるってよ。ささ、さん。回復が欲しいって言っててね、減少だからね。ナイス回復量。ナイス回復。こっち側行こうか。ミートがこれで A に乗る。これ行こうね。さあ、箱が。またミート、とことんミート。パワーなくし。おー、そしたら弾道まあ3あるんですけど、あえてそのまんまでもいい気がするな。カレンさんに本当は会いたかった。でも会えない。さあ、まあ弾道3でパワー D ぐらいだったらいいか。うい、なんかいる。あー、でも成功したら弾道4になっちゃうな。補給 OK。 これ成功すればかなり見栄えが綺麗になるんじゃないかな。せい、うい、やる気いった。さあ、どうだい。ありがとうございます。さすが名医博士さん。これ480。ちょっと弾道3だったら綺麗だったんだけどな。あと特能が全然ないかな。ナイス箱。キャラワイ、これでカレンさん出てこない。まず箱行くじゃん。おお、うまいうまいうまい。ちょっとね、ハテナマス多いの気になるけどね。うい、赤おにぎり。あー、でもまあ赤2つで下側、うん、まあいいんじゃない。やべ、ナイス回復量。シャー、箱行こうか。キャラワイなんか関係ねえ。うわマジかよ、ミートと補給。うい、パワー。うわ、綺麗にはなったんだけどな。綺麗なんだけど綺麗じゃねえな。あ、おわたでくど。最後ミートめっちゃ落としたぜ。はい、ということでね、まあ B から S をねうまくまとめた感じにはなりました。博士ありがとう。でも特殊能力は何も入っておりません。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前、星481からシャイ君という名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力は高スペックなのですが、特殊能力はなし。最後の能力シャッフル痛かったんですけれども、ショートとしていい能力になったので、オートペナント期待して回してみましょう。
はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割3分7厘。見事ミーと B で頑張ってくれました。佐野さんには上行かれたんですが、まあ特殊能力なかったんでね、頑張ってくれた方でしょう。で見ていくと、今回は195安打、そして今回は巨人の2番バッターとして頑張ってくれて、2塁打が36、これは最多ですね。でホームランが25本、打ってくれたかな。弾道4パワー B 30本いってほしかったけども、欲は言えないと。で、塁打数312の打点83、2割7分9厘の得点圏打率5分8厘マイナスですね。これはちょっともったいないかな。もしかしたら100打点いけたかもしれないね、2番バッターでも。ってことで、見ていくと得点114、第2位か、惜しいな。で三振が1割6分1厘。まあこんなもんでしょうか。で併殺が4の盗塁が19個、7割3分1厘の成功率。これは総力 A89 頑張ってくれましたね。うん、得能なかったんでね、盗塁得能とか。それでも頑張ってくれた方で、連続出塁51、素晴らしい。で猛打賞24回、こちらも最多で、対左対右だと左で大きく落としちゃってるかな、6分8厘マイナスで、出塁率4割2分1厘、こちらは第3位と。で OPS は960。そしてシャイ君、今回ショートなので守備編も見ていくと、エラー数で言ったらば2個少ないですね。守備機会数も多いので9割8分の守備率、これはトップ、文句なしでしょう。ということで今回のシャイ君、取ったタイトルは新人王ベスト9ゴールデングラブ賞の合計3つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。